英気を養うか。さっきの話から考えると、実質的にはお休みってことだよね。だけど急に休みって言われてもな、何をしたらいいんだろう。ちょっとよろしいですか。おっ、キリコ、空いてるから入ってきて。失礼します。どうしたの、キリコ。そんなところで立ち止まって。あなたはユーマーですよね。うん、もちろんそうだけど。でしたら私とマルガの町を回ってみましょう。町を？どうして急に。嫌なのですか？私とでは出かけたくないということですか？いや、そんなことはないよ。そうですか。では一緒に参りましょう、ユーマ。わかった、行こうか。
あのですね。その通りです。失礼しました。いつの間にかこんな時間だ。
ウミネコ邸に戻らなきゃ。そうですね。それでは帰りましょうか、ユーマ。うん。あれ？ねえキリカ、今僕のことユーマって呼ばなかった？呼びました。今朝からずっとそうでしたが。そうなの？あ、でもそう言われればそんな気も。ごめんよキリカ。いえ、いいのです。気にしないでください。それよりも、あの、ユーマ、今日はとても楽しかったです。ありがとうございました。あ、いや僕の方こそ、誘ってくれてありがとう。帰りましょう、ユーマ。エマさんが食事を用意してくれている時間ですので。そうだね。あれ？今歌ってたの、キリカ？ええ、そうです。ご迷惑でしたか？うん、そんなことないんだ。ごめん。ただ、なんだか聞いたことのある曲だったから。そうなのですか？うん、確か俺は。ああ、そっか、キリカ、こないだも歌ってたよね。そうかもしれません。時々。やっぱりそうか。この前たまたま聞いて、キリカの歌は素敵だなって思ってたんだ。そうですか。できれば今の歌ちゃんと聞いてみたい。よかったら歌ってくれないかな？え？嫌ならいいけど。いえ、そんなことは。ですが、そのように言われたことが今までなかったので。わかりました。ユーマがそういうのでしたら歌ってみます。あの、ユーマ？どうでした？あ、ごめん。なんだか僕、なんていうか、まだキリカの歌が耳に残ってる感じで。すごかった。こんなに胸に染み込んでくる歌、初めて聞いた気がする。ありがとうキリカ、本当にいい歌だった。いえ、その、私は、
こちらこそ聞いていただけて嬉しいです。なんだか私も普段とは違う気持ちで歌えた気がします。温かいというか柔らかいというか、説明はしづらいのですが、なんと言ったらいいか。いいんだキリカ、無理に説明しなくても。歌を聴いただけで気持ちは十分伝わったから。そうですか。さあそろそろ海猫邸に帰ろう。なんだかお腹が空いてきたよ。ええ、そういえば私も。では参りましょう、ユーマ。その通りです。エマさん、ただいま帰りました。お帰りなさい。それじゃあお食事を用意しますね。はい。ユーマ、そちらのテーブルに行きましょう。うん、そうだね。あ、そういえばキリカ、どうして急にユーマって呼ぶようにしたの？それはユーマと光竜様は違う方ですよね。私は今までそのことがきちんと理解できていなかったのだと思います。先日それにようやく気づきました。先日って？光竜様が暴走された時です。なぜソニアが光竜様の暴走を止められて私にはできなかったのか、なぜディーバ・マギカたる私よりもソニアの呼びかけにあなたが反応したのか、その理由が私には分かりませんでした。あれから私はそのことについてずっと考えに考えてきました。そしてようやくそのヒントをつかんだのです。私はあの時あなたではなく光竜様に呼びかけました。しかしソニアは逆にあなたに呼びかけたのです、ユーマと。ああ、そういえばソニアに呼ばれたのをなんとなく覚えてるよ。ですから私も光竜様だけではなくユーマ自身に目を向けるべきだ、ユーマへの接し方をソニアみたいにすべきだ、そう思ったのです。なるほどね。でどうだった？そうですね、何とも言えません。果たしてこれであなたに目を向けたことになるのか、どう思いますかユーマ？そうだね、僕としてはキリカが前より少し身近に感じられるようになった気がするけど。本当ですか？うん、本当だよ。
だって今日はキリカからどんどん僕の方に歩み寄ってきてくれたから。私、そのようなことをしましたか？街を歩きながらいろんな話をしてくれたでしょ。名前で呼んでくれてもいたし、それに気づいたのは少し遅かったけど、でもそのせいか無意識に僕の方も随分いろんなことをキリカに喋った気がする。だから昨日よりはずっとキリカのことを理解できたんじゃないかって、そんな風に思うんだ。キリカはどう？確かにそのような観点で考えれば、私も昨日よりはユーマのことが理解できていることになりますね。なんでしょう、なぜだかまた胸の奥の方が暖かくなってきた気がします。え？いえ、何でもありません。あ、食事ができたようですね。早速いただきましょう。さあどうぞ召し上がれ。まだまだたくさんあるから、おかわりが欲しいときは声をかけてくださいね。今日はシチューか。いただきます。いただきます。やっぱりここの食事は美味しいや。ゲイルリッツ監獄とは大違いって比べるのは失礼だよね。特に野菜がいいよね。いかにも新鮮な味で、近くで採れたてって感じで。キリコ？さっきからずいぶん静かだけど、具合でも悪いの？いえ、何でもありません。ご心配なく。ならいいけど。あれ？なんか僕のシチュー急に山盛りになってない？エマさんがたくさん持ってくれたのでしょう。そうに違いありません。半分ぐらい食べ終わってたんだけど、それによく見ると人参が妙に多いな。こんなに入ってたかな。人参がね、急に増えたのですか。なるほどなるほど、ムフフのフ。急に現れて何の用ですか、リンナ。いえいえ、ちょっと目の前に不思議な光景が広がってるなって、そう思いまして。ユーマのお皿はこんなにカラフルなのに、キリカ様のお皿は妙に寂しいなとか、不思議ですよね。ねえキリカ様、お皿の上にもうちょっと彩りが欲しいと思いません？赤とか赤とか赤とか。そのようなことを私に言われても困ります。この料理を作った方に直接言ってください。へえ、料理した人の責任なんですね、このお皿の光景は。そうです。どのような名料理人でも時にはミスを犯すことが。料理人のミスだと？料理人あんたかい！どうしてアグナムが？こう見えても料理は得意だからな。時々ここの食堂を手伝ってたんだ。気づかなかったか？いや、それはともかく。何がミスだって？この
人参たっぷりあったかシチューに何か問題でもあったのか。何シチューですって。いやだから人参たっぷりあったか。人参たっぷり。人参。ああ、なるほど。つまりキリカは人参が嫌いで。そうそう。油断してると人のお皿に転移魔法で人参を移しちゃうんです。昔からキリカ様がよく使う手口なんですよ。魔法のひどい無駄遣いだな。おい、知りません、存じません。私が人参嫌いだなどというのは全くの濡れ衣です。誤解です。で、こうやって無理なごまかしに走るのもキリカ様の昔からの悪い癖で。キリカそんなことをしてたんだ。そんなに笑わないでください。ごめんごめん、でもあんまり意外だったからつい。それにキリカがそんなに慌ててるの初めて見たし。また笑ってます。やれやれ、しょうがねえな。今度から人参は気づかれないように細かく切って入れないとな。その人参嫌い、炎の料理人の名にかけて必ず克服させてやるからな。覚悟しとけよ。キリカ、頑張ってね。どうも。なんだかアルモニクスたちが寂しそう。それはそうよね。こんな時だというのに使われることもなく城の奥で眠り続けるなんて。私に資格さえあれば。ソニア？え？ユーマ？ごめん、驚かせるつもりはなかったんだけど。でもなんだか元気がなさそうだったから。大丈夫よ、心配しないで。そうならいいんだけど。ところでこの部屋は一体。ここ
ここはね、使われていないアルモニクスの保管庫なの。使われていないアルモニクス？ええ、正確には使いこなせる人間、つまりドラグナーたるべきものがいないアルモニクスが2つあってね、ここに保管してあるの。それってソニアじゃダメなの？ソニアぐらい強ければきっと使いこなせると思うんだけど。え？あ、そうか。ユーマにはどうやってドラグナーが生まれるのか説明したことがなかったものね。アルモニクスは自分自身で使い手を選ぶの。使い手にふさわしいものが現れればアルモニクスが共鳴してとても美しい音を奏でる。その時初めて新しいドラグナーが生まれるのよ。でも私はここにあるアルモニクスに選んでもらえていないから。あ、ごめん、そんなつもりじゃ。いいの、気にしないで。私もね、いつかはこのアルモニクスが私を選んでくれて立派なドラグナーになれる、そう思ってはいるんだけど、今のところはまだね。アルモニクスは2つあるけど、こっちのアルモニクスにこだわってるの？ソニアは。うん、それが私の夢なのよ、小さい時からの。このアルモニクスを自在に奏でて、その調べでみんなを守るために戦うのが。だけど今の私には何もできない。眠りから覚ましてあげることも、調律して力を発揮させることもね。だったら今すぐ町に行こう。ライルさんに頼めば調律してくれるでしょ。ちょっと待って、ユーマ。今の話は例えであって、私は別に調律をしたいわけじゃ。でもこのアルモニクスに何かをしてあげたいんでしょ。アルモニクスに？あ、そうね、しっかりした調律はできないまでも何かできることは。よし、じゃあすぐに行こう。どうも。おっす。城の保管庫にあるアルモニクスの調律？そうなんだ、お願いしたいんだけど。そりゃ構わねえよ。でもそのためには必要な材料があるんだが、今手元にねえんだよな。どんなもの？よければ僕らが取ってくるけど。そうか、悪いな。普段やってる調律には必要ねえから、在庫を置いてなくてよ。わかった、見つけてくる。それじゃソニア、みんなに声をかけよう。ええ、
おっす。いらっしゃい。好きに選んでくれ。これでいいのか？毎度どうも。これでいいのか？毎度どうも。これでいいのか？毎度どうも。ご利用ありがとうございました。あ、だるい。あら、こんにちは。失礼しました。
よく決めちまったな。行くわよ。当たっちゃいましたね。やそれ。サリサロってんのに負けるかよ。やかっこ悪いとこ見せらんねえかな。気合い入れていくぞ。ざっとこんなものよ。そう、がっつくなって。私がお相手しましょう。まあまあ、俺に任せときな。癒やしの力に2人揃ってんのに負けるかよ。大自然の力に俺も負けちゃいられないぜ。ここ気合い入れていくぞ。やった。調子いいかも。かっこ悪いとこ見せらんねえかな。気合い入れていくぞ。まあまあ、俺に任せときな。二人揃ってんのに負けるかよ。やった。いつでも演奏できる。これはいかがです。わかった。やってみる。やっ、それ、それ、今だ。取るよ。ほら、ほら、やった。ほら、それ、こちらの口なのです。気づかれた。行くわよ。まあまあ、俺に任せときな。気合い入れていくぞ。やっ、食らいなさい。かっこ悪いとこ見せらんねえからな。二人揃ってんのに負けるかよ。やっ、ごめん。せいや。ほら、逃しない。食らえな。浮き止め。一丁狩り。やらせない。僕が守るんだ。ほら、ほら、逃しません。ほら、気合い入れていくぞ。調子いいかも。燃え上がれ。やっ、ほら、そい、何揃ってんのに負けるかよ。止め。やっ、まあ、調子いいかも。こんなとこだな。そう、がっつくなって。戦うしかないのか。俺も負けちゃいられねえぜ。二人揃ってんのに負けるかよ。燃え上がれ。二人揃ってんのに負けるかよ。俺も負けちゃいられねえぜ。どうだ、こちらの勝ちです。
来るわよ。準備して。戦闘開始です。まあまあ、どれで任せたかな。早く気合い入れていくぞ。よっ、傷を治します。どうだ、どうだ、気合い入れていくぞ。やった、決めてみせる。さあ、見てろ。俺も負けちゃいられねえ。気合い入れていくぞ。調子いいとも。ざっとこんなものよ。これね。気づかれた。来るわよ。準備して。行くよ。俺も負けちゃいられねえぜ。くらいな。ほっとれ。気合い入れていくぞ。逃しません。調子いいから。さあ、せえ、せえ、えい。この技でいくわ。俺も負けちゃいられねえぜ。やっ、やっ、やったわ。倒したぞ。こんなものよ。戦うしかないのか。さあ、やっ、どりゃ、さあ、終わりだ。私の力、見えた。2人揃ってこの場所かよ。食らいなさい。さあ、やりましたね。おい、せい、どうだ。おー、気合い入れていくぞ。ここに燃え、せい、せい、やった。さあ、まあ、こんなとこだな。やったわね。
これね。気づかれた。まとめて相手してやる。やっ、俺をやってやるか。浮き止め、やめて。相手、気合い入れていくぞ。いけ、調子いいよ。戦うしかないのか。俺も負けちゃいられねえぜ。どうだ、決めてみせる。気合い入れていくぞ。食らいなさい。燃え上がれ。一丁あれ。気合い入れていくぞ。よし、いつでも営業できるんだ。それでいきましょう。俺も負けちゃいられねえぜ。2人揃ってんのに負けるかよ。調子いいな。僕の力感じるよ。やったわね。ピザ立ってしなさい。まあまあ、俺に任せてくれ。気合い入れていくぞ。よし、抜き止め。こっちや。俺をやってやるか。二人揃ってんのに負けるか。癒しの力。まあまあ、俺に任せとけな。やったごめん。二人揃ってんのに負けるかよ。せいせいせいや。俺も負けちゃいられねえぜ。気合い入れていくぞ。調子いいとも。気づかれた。かかってきなさい。気づかれた。やったわね。これね。来るわよ。準備して。また相手してやる。俺も負けちゃいられねえぜ。やった。手応えありです。勝利なのです。よっしゃ。燃えてきた。来るわよ。準備して。行くか。そう、ガッツになって。俺も負けちゃいられねえぜ。気づかれた。そう
がっつくなって。よし、行こう。調子はどうだい？どうも。ユウマ。ソニア、さっきライルさんの言ったこと、別に悪気があったわけじゃないと思うんだ。それに、ううん、そのことはいいの。私がちょっと気にしすぎちゃっただけ。それよりユーマ、あなたどうして私がこのアルモニクスにこだわるのか不思議に思ったでしょう。え、ああ、うん、少しだけ。実はね、これはお父様のアルモニクスなの。お父様っていうことは王様もドラグナーだったの？そうよ。数年前の戦いで負傷して前線には出なくなったけど、ただ今も戦えば私なんかよりきっと。私はね、幼い頃から勇敢に戦うお父様の姿を、アストリアの守護神雷光の竜剣士の姿を間近でずっと見てきたわ。お父様のような誇り高いドラグナーになって、このアルモニクスを奏でて人々を守るのが私の夢なの。そのための鍛錬も怠ってないつもりよ。でも私はいつまで経ってもこのアルモニクスの音色を聞くことができない。もしかしたらこのままずっと。そんなことない！絶対にあるわけない！だってソニアは今でも強いじゃないか。みんなが君を頼りにしてるんだ。みんなが？だからこのアルモニクスだっていつかきっと君を選ぶはずだよ。僕は絶対にそう思う。ソニアはドラグナーになれる。必ずなれるって僕は信じてるよ。ありがとう、ユーマ。私、なんだか少し楽になれた。そう？ならよかった。ソニア、僕は君のこと、本当に応援してるから。
何するんだ。やめろ。やめて。心配はいりませんよ。落ち着いて気持ちを静かに。せっかく移植した魔眼なんです。機能を確かめたいと思いませんか。おー、素晴らしい。実に素晴らしい。ドラゴンソウルの力は移植後も全く減衰していませんね。マガンは事前の予想通りに機能しているようです。このままいけば実験は成功。おや、おかしいですね。この反応は当初の予定とは違っていますが。やだ、マリオ、助けて。死んでない。僕はエトだ。僕は死んでない。僕はエトだ。僕は死んでない。エトは死んでない。僕は…姫、兵器は十分に養えましたかな。公式の任務が決まりましたぞ。ユグドラシルのドラゴンソウルが見つかったの。いや、残念ながらそうではございません。ただスリーピーホロー付近で帝国兵がうろついているとの情報が入りましてな。ユグドラシルのドラゴンソウルを探してるのかな。そうかもな。だがそうでなくたって敵を野放しにしといちゃ危険だ。それに帝国の兵隊さんをとっ捕まえてちょっと質問なんかしてみたら面白いことがわかるかもしれませんよ。そういうことだ。早速調査してもらいたいのだが、姫、よろしいですかな。了解よ、バローズ団長。すぐに出発するわ。ご機嫌いかがですか。元気か。いらっしゃい。何を練習する。
厳選すんだよ。できた。何を錬成する？いらっしゃい。好きに選んでくれ。ご利用ありがとうございました。いや、元気？こんにちは。準備して。
貫きます。来るわよ、準備して。そう、がっつくなって。これね。よし、行こう。気づかれた。まとめて相手してやる。俺も負けちゃいられねえぞ。一緒だよ。一緒ならやれる。嫌いなさい。お分けならありです。さあ、気づかれた。張り切っていきましょう。来るわよ、準備して。まあまあ、俺に任せてな。気合い入れていくぞ。逃しません。おい、あげえ。こちらに来ます。来るわよ、準備して。戦うのですぞ。俺に任せときな。二人揃ってんのに負けるかよ。キャー。まあまあ、俺に任せときな。気合い入れていくぞ。大自然の力に。いつでも演奏いやだったから。ありがとう。任せておくな。二人揃ってんのに負けるかよ。いやしない。さあ、ここに勝利。自然の力にね。いや、そんなに負けちゃいられねえ。やっ、二人揃ってんのに負けるかよ。いや、そんなに。ここに。やった。おお、やりましたぞ。そう、がっつくなって。私がお相手しましょう。俺も負けちゃいられねえぜ。気合い入れていくぞ。いや、助かった。ありがとう。俺も負けちゃいられねえぜ。気合い入れていくぞ。やっ、どうだ。傷を治します。おりゃ、おりゃ、どうしたぞ。俺も負けちゃいられねえぜ。二人揃ってんのに負けるか。やった、どうだ。逃しません。今日もかっこよく決めちまったな。そう、がっつくなって。戦闘開始ですぞ。まあまあ、俺に任せてな。二人揃ってんのに負けるかよ。まあまあ、俺に任せてな。二人揃ってんのに負けるかよ。やったね。やったね。やったね。こちらの勝ちのようです。
来るわよ、準備して。戦うしかないのか。俺も負けちゃうねえぜ。おい、ありがとう。ここで気合い入れていくぞ。俺が決めるぜ。おお、大自然の力にして。癒しの力、悪いな、ここに。助かったぞ。勝利なのですぞ。食らいなさい。さあ、せ、やったわ。
よし、やったわ。やったわね。皆さん、頑張りましょう。あれ、見つかっちゃいましたね。来るわよ、準備して。怪我しないようにしましょうね。よっ、さあ、せっ、おやっ、こい、やめろ、やめろ、さあ、どうだ、当たれ、よっ、こっち、守るんだ、よっ、せっ、せい、さあ、調子いいとも、やりましたね。あれ、見つかっちゃいましたね。さあ、はっ、せ、やっ、うん、やっ、せや、はあ、さあ、せ、食らいなさい、せ、どうだ、いけ、これでいきましょう。せ、気づかないよ、せ、ここだ、やっ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 、溶けてきてる、さあ、ここに、せ、はっ、はっ、さあ、さあ、溶けてきてる、すいません、やりましたね。よくやりました、絶好調。これね、こちらに来ます。行くわよ。さあ、せい、はっ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 、せい、いけ、さあ、癒しの力、相手になるわよ。さあ、行くわよ。大自然の力、いけ、癒しの力、調子いいとも、ここに、これで決める。さあ、せい、すごいよ。さあ、やったわね。行くわよ。ほっ、やっ、やっ、は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 っ、逃しません。調子いいかも。さあ、調子いいかも。さあ、やめてない。やったわ。僕らの力だ。さあ、やれましたね。さあ、えい、調子いいかも。やったね。やったです。やっ、やっ、と、当たれ、さあ、せ、さあ、よいしょ、キャー、
終わったね。来るわよ、準備して。しっかり戦うのですぞ。やっさい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 、くらいなさい。ジョーイートの僕たちでやるな。すごいよ、僕らの力。調子いいかも。いって。てい、てい、そりゃ。じゃあ、ロボ、勝利なのですぞ。気づかれた。行くよ。これはいかがですか。すごい。すごい。一度ならやれるよ。これなら勝負。はせ。はや。逃しません。これはいかがですか。やった。手応えありです。よーし、やりました。戦うしかないのか。やりましたね。倒したぞ。やっ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 たわね。こちらに来ます。行きますか。タッセ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 ッ。こちらに来ます。行くよ。せい、やっせい、ほっせい、はーい、せい、くらいなさい。せい、せい、大自然の力よ。傷を治します。体を癒しちゃう。せい、さあ、や、よし、せい、いつでも演奏できます。これならどうにも。やりましたか。調子いいとも。こちらに来ます。行くよ。テイ、エイ、ダー、テ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 イ、ヤ、ダー、ヤ、これで決めます。ここに傷を治しちゃいましょう。やった。ダー、ダー、ダー、セイ、ダー、トリオ、ヤ、ダー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 、僕の力感じるよ。あれ、見つかっちゃいましたね。かかってきなさい。せい、ほら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 、た、や、せい、せい、くらいなさい。どうだ、ほっ、や、僕が守るんだ。や、はー、さ、傷は治したよ。ありがとう。やった。傷を治しちゃいましょう。そうしてみて。はい、そのか、え、
ぞ。いいよ、よくやりましたぞ。私が、ね、気づかれた。さて、行きますか。こちらに来ます。かかってきなさい。さあよっせいよっせいせいよっせいせいやったやってない。ゴキラの力だ。さあ大自然の力に水を飲みなさい。ありがとう。ここに調子いいかも。よっさあさあせいサクサクよっ片付けちゃうぜ。やったせいよっさあやった。くらえ。調子いいかも。よくやりましたぞ。来るわよ。準備して。怪我しないようにしましょうね。さあよっよっこれでいいぞ。体を直しましょう。さあせいこれで決める。せい倒したぞ。やったせいよっ逃しません。よしよし、だはっ倒したぞ。よし、やりました。やったわね。来るわよ。準備して。戦闘開始です。やっさあやっふぅ、こんなもんだ。やっ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 まあまあ、俺に任せときな。二人揃ってんのに負けるかよ。やっやった。ほら俺が決めてやる。どうこれでいくぞ。気合い入れていくぞ。傷を治しちゃいましょう。さあ調子いいかも。終わりましたか。立派な猫になります。そう、がっつくなって。
何がすごいの？僕の前から消えろ！大自然の力を利用して傷を治します。2人揃ってんのに負けるかよ！うるさい！うわぁ！さあ、ほっ！攻めるもんなら防いでみな！気合い入れていこう！一丁ゴリ！仕方ねえな。これでやりましょう。こんなもんか。傷を治しちゃいましょう。チャージ！俺をやってやるか！やらせて！2人揃ってんのに負けるかよ！いなくなる！よし！いつでも演奏できますわ！わかった！負けちゃいな！俺も負けちゃいられねえぜ！気合い入れていくぞ！これでいきましょう！体を見せたら、ここに手を貸してほしいのか？大自然の力に気づかれた！助かったわ！ありがとう！吹き飛べ！すごいのよ。俺をやってやるか。癒しの力ここにないのよ。二人揃ってんのに負けるかよ。惜しいな。終わりだ。なんて悪いとこ見せらんねえな。二人揃ってんのに負けるかよ。これなら癒しの力助かったぞ。おい暗いな。これにしよう。こんなもんか。くらいなさい。抜き止め。体を負けちゃいられねえぜ。2人揃ってんのに負けちゃうよ。体を負けちゃう。ありがとう。癒しの力に。勝利！勝利！勝利！大自然の力。これでやりましょう。癒しの力に。やって。どりゃこーら。大自然の力に。癒しの力に。ここに。2人でいくぜ。それでいきましょう。これでいきましょう。大自然の力で傷を治しちゃいましょう。ここに。俺に任せときな。2人揃ってんのに負けるか。傷を治しちゃいましょう。どこに通してみてはいただこう。わかりました。消えろ。傷を治しちゃいましょう。手を貸してほしいのか。俺がどうにかしてやるよ。俺も負けちゃいられねえぞ。二人揃ってんのに負けちゃいられねえぞ。俺も負けちゃいられねえぞ。気合い入れていくぞ。傷を治します。かっこ悪いとこ見せらんねえからな。暗いな。二人揃ってんのに負けるか。大自然の力を。ありがとう。癒しの力を。気合い入れていくぞ。体を癒しちゃいましょう。俺に任せたきな。二人揃ってんのに負けるかよ。知らない。やった。もうやめるんだ。ユーマ、助け。マリオ。違う。帰る。さっさと帰ってくれ。ユーマ、危ねえぞ。こっちに来るなと言ってるんだ。ダメだ、君を放ってはおけない。ユーマ。
と、それともマリオン、いやどっちでも構わない、とにかくこっちに来てくれ。僕はエイトだ、マリオンじゃない、マリオンじゃ、マリオン、ユーマ、マリオン、ユーマ、僕、助け、ああ違う、助けてほしくなんか、マリオンはもういない、違う、僕はマリオン、マリオンなんだ、だってエトは、エトはもう、やっぱり嘘だ、僕は、僕は、僕は死んでない、あの時にも死んでなんかいない。一体どうなってるんだ。どうやら二つの人格がせめぎ合っているようですが。こんな風になるなんて、一体君たちはあのケイルリッツ監獄でどんな目に。ケイルリッツ監獄、あそこはもう嫌、ユーマ助けて。ああもちろんだよ、助けてあげる、だからマリオンこっちへ。ダメだ、僕はケイルリッツ監獄へ戻る、戻らなければならないんだ。ユーマ大丈夫、怪我はしてないよ、でもマリオンが。行っちまったか、あいつ。あの子、エトーでしたか。ゲイルリッツ監獄に戻るって言ってましたね。でも、もう一人の人格、マリオンの方は、ゲイルリッツ監獄は嫌だって言ってたわ。それなのに。とはいえ、私たちだけの判断で敵陣に乗り込むわけにも。ユーマ。わかってる。勝手な判断で行動できないことぐらい、僕にもちゃんとわかってるんだ。わかってるけど。お願いだみんな、少しだけ僕の話を聞いて。ですけど。いや、話ぐらいは聞いてやろうぜユーマ。話してみろよ、お前の今の気持ちをさ。僕はどうしてもマリオンをこのまま見捨てておけないんだ。あの子がこの先もずっとケイルリッツ監獄に縛り付けられることになるんだと思うと、いても立ってもいられない。昔の僕ならここまで気にしなかったかもしれない。だけど今はもうダメなんだ。外の世界を仲間たちに囲まれて支え合って生きていくことの嬉しさや楽しさを知ってしまったから。だから僕は
マリオンにも僕と同じ喜びを教えてあげたい。ソニアたちが助けてくれたようにマリオンを助けてあげたい。だからお願いだ、僕を見逃して。必ず帰ってくるって約束する。だから僕をマリオンのところへ、あの子を助けに行かせてほしいんだ。おい、ユーマ。黙って聞いてりゃ、ずいぶん勝手なことをベラベラと並べてくれるじゃねえか。ちょっとアグナム。ソニアは黙っててくれ。これは、言ってやらなきゃ気が済まねえ。勝手なのは分かってるよ。でも、お前も黙れ。いいから黙って俺の話を聞け。お前ってやつは、一人で行くだの、見逃せだの、俺たちが行かないって勝手に決めつけてくれてるよな。だけどな、あんなの見せられて俺たちが何もしないでいられると思うのか。だから俺たちも行くって言ってるんだよ。どうだみんな。もちろん私も行くわ。置いていこうたって無理ですよね、フロマージュ。当然ですぞ。私も皆さんと共に。ほら見ろ、俺の言った通りだろ。なんか文句あるか。文句なんてあるわけないじゃないか。みんなありがとう。おっしゃ、そうと決まればゲイルリッツ監獄に乗り込むぞ。行きます。まあまあ俺に任せとくな。二人揃ってんのに負けるかよ。逃しません。やったよ。すごいから。まあまあ俺に任せとくな。どうだ。よっしゃ。まとめて相手してやる。かっこ悪いとこ見せらんねえから。気合い入れてみるぞ。俺も負けちゃいられねえぜ。気合い入れていくぞ。調子いいとも。ほら、くらえ。気合い入れていくぞ。調子いいとも。これでいきましょう。せっ、優しくしてね。今日もかっこよく決めちまったな。こちらに来ます。来るわよ。準備して行きますか。まあまあ俺に任せてくれ。気合い入れていくぞ。優しくしてね。いけ、やった。俺に任せてくれ。2人揃ってんのに負けるかよ。まあまあ俺に任せてくれ。2人揃ってんのに負けるかよ。逃げる女の不正に見た。俺をやってやるか。調子いいとも。勝利なのですか。私頑張ったのね。来るわよ。準備して。さて行きますか。テイ、ダッ
敵襲ですか？はっ、アストリアのドラグナーたちとのことですが。そんなことは聞いていません。あなたたちここがどこだか分かっているんですか？はい、帝国の戦力拡大のために新兵器の研究を行う最重要施設であると。分かっているのなら早く敵を撃退してきなさい。実験の邪魔です。あ、こちらに来ます。まとめて相手してやる。で、さあ、ほら、やっ、負けちゃいられねえぜ。気合い入れていくぞ。調子いいとも。よいしょ。調子いいとも。やれ。おい、調子いいとも。よし、やりました。こちらに来ます。かかってきなさい。まあまあ、俺に任せとくれ。二人揃うのに負けるかよ。俺もやってやるか。誰に揃ってんのに負けるか。やあ、まあまあ、俺に任せたけな。二人揃ってんのに負けるかよ。気合い入れていくぞ。二人揃ってんのに負けるかよ。俺も負けちゃいられねえぜ。気合い入れていくぞ。やった、こちらの勝ちのようです。
応えありです。ざっとこんなものよ。あれ、見つかっちゃいましたね。よっ、せい、せい、えっと、やらせない。せい、僕らの力だ。食らいなさい。さあ、せい、よっ、せい、どうだ、よっ、止め。さあ、これでいきましょう。さあ、傷を治しちゃいましょう。危ないよ。傷を治してやる。傷だ。いや、傷ありがとう。これでいきましょう。傷を治しちゃいましょう。傷を治します。よ。いけ。だ。せ。調子いいとも。気づかれた。さて、行きますか。よっ、僕がやるんだ。よっ、せー、耐えられるか。よっ、せー、せー、よっ、せー、せー、どうだ、やれるよ。はー、傷を治すぞ。さあ、後で運んであげます。せー、これでいきましょう。大自然の力に体を傷を治します。さあ、いやー、それで、ださて、やらせない。僕が守るんだ。調子いいとも。手の手ありです。よくやりましたぞ。気づかれた。行きますか。よっ、さあ、えっ、は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 っ、どこへ。よいしょ、くらいなさい。よっ、よっ、大自然の力を傷を治してみましょう。さあ、一緒にいいかな。これで大丈夫だ。大自然の力、ありがとう。これでいきましょう。傷を治して、ありがとう。傷を治しちゃいましょう。よっ、さあ、大自然の力を止めてみせる。傷を治しちゃいましょう。さあ、僕らの力だ。いけ、やった、はっ、せっ、やった、すごいの行きます。立派な巫女になります。Thank you.
ご機嫌いかがですか？